キングプリンス、橋山、新たなダンス挑戦でファンの期待を裏切る。キングプリンスの橋山が、世界的なダンサーでコレオグラファーの r i e h 8 t a との息の合ったダンスコラボを自身のインスタグラムで公開し、ファンの間で大きな反響を呼んでいます。このコラボ動画は、 RIEHATA が昨年12月20日に YGX エンターテインメントの YouTube チャンネルで公開したワークショップの別カットで、ジャック・ハーローのラビオン・ミーのダンスを教えている場面です。橋山と RIEHATA はこの楽曲に合わせて息の合ったユニークでキュートなダンスを披露しました。橋がキャプションに添えたのは笑顔とサングラスの絵文字。彼はさらに YGX の動画をストーリーズで紹介しました。 ファンからは、カイちゃんのダンス見てると元気になれる、カイちゃん楽しそうで嬉しいといったティアラからの声がコメント欄に寄せられ、その可愛らしいフレームインとフレームアウトに賞賛の言葉が溢れています。しかし、ファンコミュニティでは最近、他のファン同士の対立や分裂、脱退や事務所の問題に対する不満が渦巻いているようです。一部のファンは、橋の新しい試みに対して賛否両論の意見を述べています。 例えば、アイドルも役者もダンスも、そして漫画や芸術面も、多彩だからどれもやりたいんだろうねというコメントがあり、橋が様々な表現活動に挑戦する姿勢に対して理解を示しています。一方で、批判するならわかりやすいけど、黙って去ってるファンもいるよといった声もあり、中には不満を抱えるファンもいるようです。この記事では、単なるエンターテイメントニュースを超えて、ファンコミュニティの様相や個々の意見に焦点を当てました。 橋の新しい挑戦に対する様々な意見や感情が入り混じり、ファン同士のコミュニケーションや対話が生まれている様子を伝えました。また、カいちゃんもレン君も中情や批判にはスルースキルを持っているので何を言っても無駄ですといったコメントが、アーティストへの中情や批判に対する注意喚起を行っています。コミュニティの健全な発展を願いながら、異なる意見や感情を尊重することが重要であることを強調しています。 最後に、橋のダンススキルの高さに対する賞賛や、彼が新しい表現活動に挑戦する姿勢に対する期待も取り上げつつ、カイちゃんの一部であって、他にもやりたいことがたくさんある。それを実行している今のカイちゃんはかっこいいです。といったポジティブな意見を紹介しました。この新しい記事では、ファンの視点からのコミュニケーションや感情が豊かに表現され、元の記事では触れられていない側面や真相に迫った内容となっています。